はい、どうも皆さんこんにちは、ロボチャンネルの渡るです。はい、今回はね、今日当日ね、テスト最終日だったんですよ。で、今ね、帰ってきました。やっとテスト、まあ、いろいろ自分今からしたいこといっぱいあるんですけど、まず最初に話すことはテストについてです。まあ、自分の予想やけど、まあ、点数って言ってきます。回答用紙に点数が書いてあったやつだけ予想できてます。自分英語と国語と、じゃあ数学にします。はい、まあそれ以外は次の別の動画で。まあ自分の予想ですけど、国語が最後の問題が1問だけ解けなかったんで、100点確定でなし。全教が100点はないっす。ない、100点はなしなしなし。終わった。100点の夢消えました。国語は漢字のところとか読み仮名5問でできたんですけど、それが1問確定で間違えてて、空欄やからな。まあ自分分からなかったんで、まあ大体言うと前よりも悪い可能性はまあある。わ、前が61点、ちょうど平均のところだって、超最悪で、せめて70点は言っておきたいなってなんですけど、61点よりも下はあかん。あかんわ。いや、だから多分70点いっとるんちゃうかなぐらいかな。あれ、自分がかけた量的には70点いっててもおかしくはないなっていう、80点いっててもおかしくはないと思う。だけどそれがボンミスで間違えてたら90点の夢も消えるし、80点の夢も消える。やばい。まあとりあえず国語が5教科の中では一番不安かな。次数学なんですけど、数学は分からないところがあって、一つ回答用紙の半分まで終わって、およしこれやったら100点取れるぞってところで、最後らへんまで来たら、分からん、なんだこれってなって、まあ、100点の希望がなくなって98点の希望があるっていう。だけどお父さんに見せたら一つ間違えてるところがあって、98点の希望も消えたっていう。悲しくない？いや、だけどせめて90点以上ね。まあ俺の予想やと80点以上ではあると思う。ええはずやで、70点以下やったら泣く。まあボンミスとかしなかったら大丈夫やと思うよね。まあ自分の予想は84点ぐらいですね。でその次、英語で終わります。とりあえず話はそれ以上は言いません。自分もわかんないね。まあただの予想ですから。まあ英語は大文字にするところがあって、3って書いてあって、それを英語で書きなさいって書かれてたから、普通に3って書いてたんですよ、単語やと思っとったから。だけどそこにピリオドがついてるから、3の次に、だから文だよ。最初は大文字、俺小文字にしてたよ、単語やと思ったから。それを最後に気づいて、あ、やばい、書き直さなっていうところで、ピンポーン、パーン、ポーン、終わりました。あー、マジかで、もう一つ不安やったところがあって、サイレンスっていうを書く、スペルがわからんかったよね。ってずっと迷ってて、で、結局、なんか変なやつにしたんやけど、で、それが合ってたら96点ぐらいかなーって今予想で思ってます。そう簡単には100点は取れません。だけどすごいよね、100点取れてる人って。どうやって取れてるんだ。とりあえずね、今からタケちゃんが帰ってくるんで迎えに行きたいと思います。ゲームの世界へさあ行こう。はい、ちょうどね今ね帰ってきました。めっちゃ疲れた、ほら見て、汗ちょっと疲れたんでゲームしたいと思います。よーし、これ何週間ぶりのゲームだ。これ実は3週間ぶりのゲームだよね。だからうまいかわからへんもんな今。よしよし、ということで、はぁ、なぁ、マジ久しぶりにですよ。アップデートやって、アップデートそんな感じでしょ。悪くないとアップデート中、あ、もうすぐや、すぐ。まあこれ100秒ぐらいだな。ね、あ、キャンディーちゃんがね、来ましたね、今。あーね、キャンディーちゃん。キャンディーちゃん。どうしたの？どうしたの、キャンディーちゃん。今日は甘えた気分の。今日は甘えたいらしいっす。
便利じゃん。今日はあのだけもいいしね。ふう、マジで疲れた。はあ、めっちゃいいやん、この壁。うん、おお、あと40秒待ってください。あと40秒。やーね。あ、起動や。起動できる。ああ、ちょうど今ね、あれだ、ナルトのコラボのやつしてるわ。楽しそう。まあ、ということでね、私、ゲーム。まあ、結構すると思うんやけどさ、ゲーム。これなんかすごい好きだな。じゃあ見せるわ。すごい好きなのやだ。クルーパクらしい、これ。なんか黒いのが見える。なんか 黒くなる、これ。なんか GoPro で映したら。なんか新しいやつ、なんかある。あー、すごい。ヘンブリバックスもらえた。ということで、頑張りたいと思いますね。いや、頑張るも何も、リクロイする。ただ一つ。ほい。よしというわけでね、あれからピアノをしていた、まあ、竹ちゃんがやっていた時もあったんですけど、その間にお風呂に入りました。その時ね、あの寝る用意をしました。ということで今回は寝る時間。最近ね、いいことあったよね。それはね、期末テストが終わったことは、マジで最近出て、今日やもん。終わりましたよ。12時間か。ということは、1日の半分。おお、あれから1日の半分が経ったのか。ドン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 。ということで、今日の1日は、いや、今日の1日が終わります。最後は、一斉のでで、おやすみなさいで終わらせましょう。一斉ので、ハバグタイム、おやすみなさい。うわ、最後まで見てくれてありがとう。他の動画も見てね。